はよ、沖縄楽しかったね。いやー、金使いすぎたわ。金使いすぎ。ネックレス、ゴローズなんかな？ゴローズかどうかわかんないよ。お疲れ、ケニンさん。いやー、沖縄楽しかったよ。ああ、ネックレスゴローズって言うんだ。わかんない。メーカー名書いてないけど。ゴローズじゃないんじゃないの？矢沢肉さん毎度。お疲れ、みんな。トシちゃんもお疲れ。沖縄さんのね、リスナーさんたくさん見に来てくれて嬉しかったね。沖縄リスナーさんがたくさんフォローしてくれたよ。スロット配信はいいよ。もう金ないもん。5万ぐらいしか今月残ってない。アグクロありがとう。池袋北口さん花火ありがとう。思ったより焼けてない。俺はだって海1回しか入ってないからね。俺はそんな海入ってないよ。沖縄楽しかったね。沖縄楽しかった。テルがすごい焼けてるよ。テルがガングロギャル王みたいになってたよ。アグークロー良かったね。アゴークローだっけ？忘れちゃった。そうそう、ういただいま。東京の方がね、涼しいわ、やっぱり。沖縄の方が暑い。7のソロ目？ああ、7月7か。7か。アクークローだっけ？アクークローかな。音でかいね、ちょっとね。アクークローだね。あ、なんかマイクがおかしい。音でかい。なんか設定がおかしいな。これだ。テイステイス。これぐらいかな。寂しかった。声ね、寝ちゃってた。24時間バーって寝て、気づいたら今の時間だったね。ぐっすり寝た。疲れ溜まってたんだね。暑い。東京の方が涼しいなって、やっぱ成田降りて思ったね。成田からそのまま帰ってきたんだけど、新宿に。もうずっと寝てた、飛行機の中も。何も。髪ぺったんこ？そう。いや、ヘッドホンつけてるからで、セットして立てたんだけど、しょうがないね。メガネも新しいの欲しいな。ちょっとパンクスっぽい感じになってきたから。あー、楽しかった。この髪いいよね。サイドは2ブロックで短くして、こっち側は短くして、でこう立ててるって感じ。赤い髪の方が長いのね。黒い方が短いの、こっち側の方が。で、今回斜めに2ブロックにした。2トーンカラーにした。なんか祭りの後の寂しさみたいなのがあるよ。捨て頃よりかっこいい？ありがとう。
なんか、クモン流から連絡来てたんだよ。助けてって。なんだろう、クモン流。誰か知ってる？クモン流なんかあった？なんか、クモン流から助けてって LINE 来てたんだけど、寝てたから返してないの。こんにちは。キャンディーマンお疲れ。おにぎり、旅やめたの、俺の放送見てないだけですね。見てたらわかるよ。こんにちは、キャンディーマン。昨日から風邪ひいた？大丈夫？サクッとら。アキラッパと喧嘩したんだ。なんか助けてって言ってたけど。なんだろう、アキラッパに詰められたの？状況がわからないのは、低速で全然見られなかったの。沖縄ずっと行ってたの。帰ってきたばっかり。Wi-Fi 契約しなよ、家で。揉めたんだ。俺さんと会うことに、あとは交通費を花火で稼げるか。おお、なんかスパーリングやりたいって言ってたよ。クモン流がスパーリングやりたいっつってた。だから喧嘩はダメだよっつったんだけど、いや喧嘩じゃない、強くなりてんだって言ってたよ。旅と旅行は全然違うでしょ。ステッカー全然買いに来て。ステッカー買いに来てください。いつでも OK だよ。風邪大丈夫大丈夫。喉がね、ちょっとやられてるから、アネトン飲んどくか。なんか、翼の緑の痰が出るね。絡んで。薬飲もう。あれ、キャップがないな。そうだね、新宿、しばらくは新宿にいると思うよ。爆睡だって爆睡。おい、解放。解放、花火ありがとう。あ、配信はもう、ライフスタイルだから。バリスタね、後ろは。リスナーさんからもらったやつね。だいぶ前に。バリスタ使ってないけどね。そっか、俺の家配信、最近フォローした人は俺の家配信見たことないのか。家配信がね、結構メインでやってるから。家雑配信者だからね。コーヒー美味しいよ。俺の家？おにぎり？俺の家か。いや、ごめん。家はちょっと知り合いじゃないとあげたくないかな。プライベートな空間だから。家は勘弁してほしいな。まだおにぎりとさ、交友ないし、どんな人かわかんないから、さすがに知らない人家にあげるのは怖いよ。ヨーナさんいらっしゃい。仕事の次の日家だったよ。佐々木さんおはよう。ケイちゃんは女の子だから家上がっていいよ。女の子は家上がっていいよ。男はダメ。
女の子を家にあげない男はバカでしょ。帰ってきたよ。すげえ疲れた。2回目か。いやー疲れた。マキルおはよう。お疲れ。帰ってきたよ。解放おばさん掃除してくれんの？うん。いいよ、全然。花火ありがとう。キリシーさん花火ありがとう。青森行くよ。うん。まあ、スポットピンポイントピンポイントで攻めていく感じだね。何泊した？沖縄に着いたのな、いつだったっけ？ちょっと待って。結構長く滞在したよね。沖縄は、沖縄に着いたのが、ちょっと待ってね。沖縄。沖縄、那覇空港からだから、28に着いたんだ。先月の28。1、2、10日間ぐらいかな。花火、そうだよ。ふわっちはね、ツイキャスはさ、ほら、アイテム課金して投げても、1円にもならないでしょ。でもお金払ってるんだよ、ツイキャスも。それが半分俺らに入るっていう仕組み。うん、同じ日にリスナー全員来たらどうする？全然構わないよ、俺は。家に誰かが出入りするのは全然平気な方だから。旅で俺結局36万ぐらい使ったかな。かなり使ったよ、今回。パンヒロシさんわかんないね。風船ありがとう、ヒトラ。なめたくさんおはよう、こんにちは。パンヒロシさんわかんない。うん。昨日花火対決やったんだ。へえ、すごいね。誰が花火対決やったんだろう。そうなんだ。知らなかった。すごいね。すごいね。荒野と野鳥で花火対決やったんだ。へえ。先発ってことは50万は入ってるね。荒野が40万入ってるね。すごいね。それはすごいわ。うん。企画パクられた感じだね。ちょっと水取ってくるわ。いや、800でもすごいと思うよ。
羨ましい。羨ましいなら配信者になるべきだよ。他人を羨んでも自分の人生変わんないから。こうや、まあ人が集まってるっていうことはさ、普通に考えて面白いんだよ。面白いって思ってる人がいるから人が集まるわけだから、自分の基準で考えてもダメなんだよ、そこは。この人面白いかどうかは分かんないけど、なんで人が集まるんだろうっていうふうに考えられるやつが、やっぱ頭のいいやつだと思うよ。結果が出てるってことは面白いんだよ。面白くなきゃ人は集まんないよ。ふわっち、まあだんだんね、ふわっちもね、ニコ生リスナー、ツイキャスリスナーが集まってきたから、囲い文化なくなってきたよ。昔はガチガチに囲われてる人多かったけど、今はそんなことない。それはもう昔の話だね。まあ人によるだろうね。アンチが多い人と囲いが多い人は、人による、人による。完全にこう数日っていうか、デビューしたからずっとだよ、こうやと愛子さんは。俺自身がな、他の配信者あんま見ねえから、俺は分からん。正直面白いと思う配信者限られてるもん。俺、人によるんだよ。だから人数が集まってるって面白いって言ってもさ、そのキッズ受けしてるかどうかだと思ってて、面白いってさ、人によって価値観が全然違うわけじゃん。あ、沖縄にいる間にいろいろあったんだ。俺の予想は、ヒカルくんと新野鳥が喧嘩したとか、そういう感じだと思うけど。多分当たってると思うよ。それしか考えられないでしょ。なんか知んないけど、ヒカルくんと野鳥が喧嘩するんだよ。それ違くねえ、野鳥は。いや、ないわ。野鳥ないわ。いや、違くないっすか、野鳥は。それ違うでしょ。正解でしょ。200人のリスナーいなくなっちゃったの。マジで解放。頑張ればいいじゃん、こっから。ネタっつうか、まあ、そんな感じな気がした。ここ数日の流れで。それしかないでしょ。パルパル300人のリスナー。パルパルなんか不調だよね。ていうか、ふわっちやらなくなったよね、パルパル。パルはね、こうなるのは見えてた、俺は。パルパルは今のスタイルじゃダメだよ。キャラ変しないと無理。やっていけないと思うよ。ヘイト集めすぎ？もっと愛されてった方がいいと思う。昨日やってたんだ。下積みは3年かかってるね。今でこそ大手だとかチヤホヤされてて、人集まって稼いでるって言われてるけど、相当苦労してると思うよ。一番その挫折とか失敗とかが多いのは俺だと思ってる、俺自身は。頑張ろうね、一緒に。応援するよ。解放、ハートありがとう。俺はすげえ、ここまで来るのに時間かかったタイプだね。でもまあ、
あの、長い目で見て、10年とか20年っていう長い単位で見ていったら、俺は努力は絶対裏切らないと思ってるから。みんなね、短いスパンで考えすぎなんだよ。10年、20年ってやってかないダメ。10年、20年努力を続けてる人がさ、報われないわけないんだから。俺は4年前からやってるね。ふわっちに来てから8ヶ月。ふわっちに来てからはまあ、閲覧、同時閲覧200ぐらい安定だね、ずっと。もしよかったらみんなフォローしてね。そうだね、リスナーが全てだからね。俺なんかさ、あの、今でこそね、こうやって可愛がられてるけど、人がいなかったらただのおっさんなんだから。おやすみ、サクッとら。風邪早く治して。俺も風邪早く治さんとな。暗黒生ぬし塾の頃から、時から変わった。暗黒生ぬし塾何年前かな？結構古いよ。3年ぐらい前だと思う。納豆キムチ。マキルパフェありがとう。これは、なんつうんだろう。なんだろうね。なんか、配信よりもテレビが好きなんだと思う、多分。テレビっ子だったから、世代的にテレビっ子なんだよ。だから配信を基盤で考えてないんだと思う。染め直したよ。うさぎ番長いらっしゃい。ちょっと明るすぎるね、これ。ハイブリーチかけてたから、色ががっつり入っちゃって。色、前の方が色は好きだった。ちょっと暗めの赤っていうかね。いい？こんな感じかな。こんな感じだね。こっち側が黒で、こっち側が赤でロングで、左右アシンメトリーになってる。おにぎり100個ありがとう、風船ね。ありがとう。そうそう、赤黒結構気に入ってる。もうこれから定番になるかもね、この髪の色。今日出かけるっつうか、まあ予定は未定だね。予定何も考えてない、毎日。みんなと一緒に何やるか考えるね。解放がコラボしたいって連絡来たけどね。俺でもさ、明日さ、ライブハウス行こうかなと思ってて。おいちゃんいらっしゃい。おいちゃんいらっしゃい。バカありがとう。フリップいらっしゃい。だいたいいくらぐらい稼げる？人による。俺は1週間7日間で今いくらぐらいだろうね。結構稼がせてもらってるけど。お、徹子いらっしゃい。まあ、人によるよ。本当に稼ぐ人は1ヶ月700万ぐらい稼ぐし、もう人によるとしか言いようがない。稼げない人は稼げない。見てみようか。先月の数字見てみるね。先月の数字、先月いくらぐらい稼いでんだろうね、みんなね。あ、先月見れないんだ、マンスリーは。まあ30人以上は15万以上稼いでるだろうね。50人以上か。50人ぐらいはもう生活できてると思うよ、ふわっちで。おい、黒バス押しワード2。いや、全然大丈夫だよ。風邪っていうか、多分喉をやられた感じだね。喉がもうダメ。喉やられだね。喉。
うん。いや、放送疲れるけど、俺はもう慣れたし、例えば俺平均1日10時間喋ってるの。関信号は先月100万。1日20回以上の男さん、コメントありがとう。もしよかったらみんなフォローしてってね。関信号さん、先月100万。汗だめとかいらない、いらない。大丈夫だよ。ありがとう。放送は疲れるけど、まあ10時間働いて、例えば30分間ずっと喋ってごらん。普通の人倒れるから。みんな、その、リスナーさんが俺の家に来て、俺が放送やってる時、見てる時とかあるじゃん。で、大体枠切った瞬間、30分は切った瞬間、はぁーっていう。こんなに疲れるんですね、って。30分で大体そういうリアクションだから。ルールーさんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。Twitter、Facebook、YouTube など、いろんなのやってます。もしアカウント持ってるのがあったら YouTube とか LINE とか Facebook とか全部フォローしてください。ルールはね、ふわっちのプロフィールページに書いてあるから、ぜひ初見さん読んでみて。明日レクチのライブがあるから、ライブ顔出そうかなと。レクチ起きてるかな。レクチ、あったあった。明日だね。明日、立川のバベルっていうところでライブがあるって書いてある。カイホ、明日一緒に行くの？レクチのライブ。2000円、ちょっと待って、ね。ワンドリンクオーダー制で、値段調べるわ。ワンドリンクオーダー制で2500円プラスワンドリンクだって。で、ワンドリンク600円だから3100円かかるけど。3100円。ちょっと待って、レクシーに電話してみるわ。安くなんねえか聞いてみるわ。レクシー。行く？じゃあチケット予約するよ。ちょっと待って。出ねえな。お疲れ様です。おはよう。見てました。あ、見てたんかい。うん、あれチケット余ってる？手売りの方、前売りの方。あ、もう全然売れてない。もう楽勝で売れてないです。2000円でいいの？前売り。取り置きしておくんで500円安くなるので。2000円だよね。そうっすね。うん、じゃあ行くわ。開放と俺行くから。あ、2枚。もし、何枚くらい余ってんの？全然余ってんの？いや、もう全然全然。じゃあ誰か行くって言ったら一緒に行くわ。ありがとうございます。出番何時くらい？やばいっす。8時半ぐらいから。8時半ぐらい、8時前後が出番。そうですね。8時25分とか、そんぐらいに来てもらえれば。対バンで熱いのどれなの？うまいのとか。対バン、無名っすね。全部無名。そうですね、なんか地方のちょっとコアな、おうおう、そのメタル系のバンドとかが、おうすね、だから全然メンツ的にはって感じなんで。そうなんだ。はい、何、8時半で持ち時間何分なの？何曲やんの？5曲一応やるんで、うん、まあまあセット、そうですね、まあまあ25分とかそんぐらいですね。演奏時間は25で、出番持ち時間が35で、いや、もらってんの？そうっすね、はい。35の25分間演奏か。そうです、そうです。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ明日行くから。
ありがとうございます。てか、はいありがとうよ。ございます。マジで。助かります。うん、はいよ。じゃあ、明ありがとうございます。日。はうん、い。お疲ありがとうございれ。ます。失礼します。今のレクチ君は、和道旅団のメンバーで、和道の BGM とか作ってくれてて、いつも流してる、この曲を作ってくれたのがレクチ君です。ちょっと流してみようか。聞こえる？この BGM を作ってくれてんのがレクチ君。かっこいいでしょ？これはね、捨て頃用の入場曲を作ってくれた。かっこよくない？もし、明日立川にいるから、ライブ見に行きたい人いたら見に来てよ。立川だね。初見さんいらっしゃい。R さん、もしよかったらフォローしてください。アッコ、おはよう。おはよう。いいでしょう、リーク。かっこいい曲でしょ。そう、俺の専属アーティストだから。専属ではねえか。専属か。R さんフォローありがとう。俺の BGM 作ってくれてます。あー、懐かしいね、ジンガとかね。和道解放でいいよ。和道と解放でいいよ。取り置き OKOK。 ロックっていうかメタル系なんだけど、俺がハードロックとかが好きで、俺に寄せて作ってくれた感じだね、この曲は。彼はメタラーね。メタル。ガンガン弾く感じ。ケイゴおはよう。風船ありがとね、ゆうのすけさん。もしフォローまだの人いたらフォローしてください。フォローしてください。ああ、のぞいて。ジンが何も知らない。ケイコさんフォローありがとう。知らん。R さんありがとう。結構女の人から声好きって言われる。ああ、喉痛え。夏はどつ、おはよう。風邪ひいたね。なんで風邪ひいたかっていうと、沖縄めちゃめちゃ暑かったの。もうサウナ状態で。で、T シャツとかもう4、5枚買えるのよ、1日。プラス、冷房がめちゃめちゃ効いてるの。マックスで冷房ガンガンにかかってるから、冷房の方でやられたんだと思う。風邪ひいた。風邪ひいた。
ああ、麦さん、どうもどうも。どうも。いや、さっきもう酔っ払ってたね。俺がね、髪の毛切ってる間2時間待たせたから、もう出来上がっちゃってたんだよ。なんか、帰り際なんか、首にキスされたけど。なんか、ずっと手つないで、手つないで、つって。ディスられてるんだけど、ずっとなんか、手つながれたんだけど。時おはよう、バーガー4つありがとう。最後はなんか首にキスされたんだよ。アホなんだ。ワード押せよって、切れてた。ニコ生から傭兵を呼んでほしい。本人はふわっと行きたくない。え、じゃあ来なきゃいいじゃん。別に、来たくないやつに来られても困るんだけど。麦さん、リアゾンしてくれればよかったのに。匿名さんはどつ。でもね、なんかね、先っぽ、私の友達に電話してって。なんか電話で話してっつって、俺いいよっつってかけなって言ったんだけど、出ないって言ってたよ。多分麦さんなんじゃないの？あ、神奈川なんだ。全然近いじゃん。俺新宿だよ、今。全然オフ会とかやってるし、リアと全然大歓迎だから、いつでも連絡ちょうだい。全然ウェルカムだよ。あ、熱なんだ。匿名さん、風船5個ありがとう。洋平くん今ニコ生やってんだ。昔は本当にライバル意識してたけど。反省点は特にないかな。金を使いすぎたぐらい。パニック障害でもみんなリアドしてるよ。大丈夫だよ。うちのリスナー障害持ってる人多いから。儲かりやすいの。いやー、儲けるのって簡単じゃないよ。花火が上がるのってすごい大変なの。花火って1000円かかるんだよ。だから、そんな簡単な金儲けなんかないよ。なんかさ、みんなさ、和道が生活保護で稼げるわけないじゃんとか。生活保護抜けられるわけないじゃん。散々言ってきたのにさ、なんか、ちょっと50万とか80万とか稼いだらさ、手のひら返しすごいよね。大手配信者は確定申告してるの？大手配信者は確定申告してるかどうかはわかんないけど、俺はしてるかな。サルさん。俺は個人事業でネットタレントで登録してんの。だって、じゃないとパクられるから。俺はやってるけど。税金対策は。釈迦は今、たくみさんの家。たくみさんが預かってくれてる。電車乗れないのか。最寄り駅まで、まあ、でっかい駅だったらいいけど、さすがにリスナーさんの家に、俺、タクシーじゃないから、俺が麦さんの家まで行くっていうのはできないよ。なんでかっていうとさ、俺、リスナーさん1万人ぐらいいるわけじゃん。で、全員が全員の家の前まで行ったらさ、みんなそこに行っていいんだってなっちゃうから。でしょ？そんなの不可能じゃん。で、麦さんにそれをやって、みんなにやらないっていうのは差別になっちゃうから。だから横浜とかさ、神奈川とか大手駅でリア凸町やってる時に来てくれるんだったらいいんだけど、家の前まで来てっていうのは基本的にお断りしてる。全員に平等にできないことはやるべきじゃないと思ってるからさ。ごめん、それ NG ワード。次書いたらブロックね。偉いっていうか、やっぱり、あれじゃん。みんな、
日本、それはさ、大手配信者だからとかじゃなくて、国民の義務だから。NG ワード。うん。OK。ああ、サルさんフォローありがとう。おやすみ麦さん。すごいね、昼寝るのかい。ちゃんはどつ、おはよう。フォローありがとう、麦さん。フォローありがとうね。うん、ただいま。新作だったんだ。生で聴きたい。そうそう、捨て頃の曲を作ってくれた人がレクチね。では、もう、レクチはもうヘビーリスナーだから。ヘビーリスナーでもあるし、もう、俺の仲間だから。映画作るときは、楽曲彼に全部振るし。あ、そうなんだ。ありがとう。1日20回以上の男さん。ありがとう。風邪はまあ、喉がまだやっぱり痰が絡んで痛いね。まだ痛い。うん、喉痛いですね。熱とかよりも気だるさが少しあるかな。それくらいかな。いやー、でも沖縄行ってよかったな。コーヒー大好きだよ、俺。コーヒー大好き。え？なんで泣いてんの？っていうか、マジでみんな明日立川一緒に来てくれる人、立川、来てください。よろしく。家の方がまあ寝れるよね。実際24時間バーって寝たし。やっぱね、時間が限られてると嫌なんだよね。誰かに起こされるってすごい不快だから。ホテルのね、やつだと、チェックアウト11時とかでしょ？やだね。すごい合わない。合わないね。自由に寝て自由に起きたいから。もっと稼がないとダメだ。立川のバベルだね。立川のバベルにレクチが、あれするから、明日。2000円プラスワンドリンクでいいのかな。もし来るっていう人いたら、まだ余ってんでしょ、レクチ。立川駅かな、最寄り。
取り置きで2600円、ワンドリンク込みで2600だよね。うん、わだつー余りまくって困ってる。うん、立川で仲間のレクチがライブハウス演奏するからみんなで応援しに行こうって、和道旅団のメンバーね、うん、みんな見に行こう。俺立川のバベルにいるから。でもし予約取れなかったら500円高いから俺に言ってくれた方が安く済む。キッキーはコツ、もし一緒に来る人はライブハウス立川バベルで応援しに行きましょう。メタル系かな。なんかさ、レクチさ、自分の曲とか聴けるサイトないの？そう、出るバンドでも何でもいいんだけど。ある？それなんか URL 投げてくんね。URL 投げてほしいかも。デモテープみたいなやつ。バンドの曲は聞いたことないから、レクチの作った音楽なら聞いたことあるけど。リツイートしておくか。ありがとう。聞いてみようか、じゃあ。今流すよ、こっちで。でもあるね。流れねえな。ちょっと待ってね、みんな。ラウド系のイベント？ん？流れないんだけど。なんだろう。こんな音楽だって。これは何？これは何？レクチのバンド？多分これレクチのバンド。ラウド、まあこういう音楽のこと。いいな。スリップノットみたいだな。ボーカル入ってないの？これスリップノットっぽいね。ボーカル入ってないね。
かっこいいじゃん。昨日やっちょが和道荒野の方が将来的にも格上って言ったけど、それについてはどう思いますか？あ、まあそうだろうね。荒野の方が持ってる潜在パワーは強いと思うよ。うん。ただ、俺がいつも言ってるのは、荒野が俺を意識してたりとか、周りが俺を意識してるじゃん、荒野のライバルって。それがね、なんか、意識が低いと思ってて。俺は誰かと比べて配信はやってないの。なんか俺配信ってすごい狭い世界だと思ってて。なんかそこに留まるのってすげえダサい発想だと思ってて。なんか、荒野は俺をライバル視してるかもしんないけど、俺ははるか上を見てるよ。自分のやりたいことは。だから誰かと比べて配信は俺はやってない。うん。なんかそれがすごいダサいと思うね。だから出汁に使われてるだけだと思ってるから。まあ皆さん、もしよかったら一緒にライブ応援しに行きましょう。なんかさ、誰かと比べてやるもんじゃないと思ってて、勝負の世界じゃないんだよ。そうじゃなくて、自分のファンをさ、作っていて、で、自分のやりたい表現をやるっていう考えだから、俺は。なんて言うんだろう。だから俺は荒野を眼中に入れて、なんか荒野を超えるとか、荒野がどうって言ったことは俺一回もないの。そう、自分の配信の、なんだろう、比べたりとかするのはダサいと思ってて。だってリスナーさんもさ、別に俺のこと意識してないじゃん。だって荒野と客層被ってないもん、俺。だから全然興味ない。正直言うと全然興味ない。まあでも将来的には伸びると思うし、閲覧も取れてるからいいんじゃないの。誰とも比べてないよ、俺。お、じゃあ皆さんもしよかったら1時間経過するんで、風船1個でも花火1発でもいいんで、アイテムください。よろしくお願いします。1時間経ちました。リスナーさんが言うならわかるけどね。リスナーさんが言うならわかるけど、キッキ風船ありがとう。キッキありがとう。ナッツバーガーありがとう。バーガー10個ありがとう。ありがとうございます。おい、マキルーパフェありがとう。パフェありがとう。はい、ニャコーハート3個ありがとう。ありがとうございます。アイテムたくさんありがとう。1時間に1回こじりタイムが入るんでよろしくお願いします。自分らしくやっていくのが一番いいと思うよ。おい、池袋北口さん、花火ありがとう。花火ありがとう。みんなありがとう。年齢も違えばライフスタイルも考え方も全然違うのよ。で、同じような結果が出るとは限らないんだ。そう、ライバルは自分なのね。俺は自分としか戦ってないよ。ただまあ、そうだな。今で言うなら、ドレさんと、テルチャンピン。この二人は、こう、一緒に頑張っていきたいなと思ってるね。負けたくないし。うん、まあ、10年後誰が笑ってるかなっていう。あ、ありがとう。コラボしたいんだけどね。関さんがなんか俺のこと嫌いになっちゃったっぽいから、俺は関さんと絡みたいんだけどね。様子見ながら絡みたい人と絡んでいくよ。俺も楽しかったよ、関さんとコラボ。予想外のことがいっぱい起こって。見るおはようわだつ。
ギター弾きたかったんだよね。おはよう。チェリーミル風船ありがとう。おはよう。なんかやっぱ沖縄に楽器持ってけばよかったな。すげえ後悔した。あの海で楽器弾くの絶対楽しいよ。海でさ、こう浜辺とかホテルとかでギター弾きながら弾き語りとか練習したかったね。三振買おうか迷ったもん。横になるの辛い？じゃあ俺と一緒に俺の放送見てな。一緒に見てな。おい、レクチー花火ありがとう。レクチー花火ありがとう。今ライブで金あれだろうからあんま使わなくていいよ。金余裕ある時で。沖縄ソング覚えようか。ていうかさ、コッコってさ、アーティストの期間かなり短いんだね。デビューしてからずっとアルバム出してないんだね。知らなかった。アッコー、ありがとう。アッコー、ありがとう。うん、たまにコメントちょうだい。無理したらダメだよ、完全に治るまで。これエピフォン、あのギブソンの下のメーカーね。風船ありがとう。マジで解放。フリップありがとう。フリップいいじゃん、そのサムネ。ママ譲りの赤と赤束ねて薄編み、ママ譲り、ママ釣りのか、つっちゃんありがとう。ママ譲りの赤毛を二つに束ねて三つ編み揺れてただけ。違う、え、嘘。待って、俺音痴なんだよね。ママ譲りの赤毛を合ってる、二つに束ねて三つ編み揺れてた。違うか。なぜだったのだろう、だろうとママ思うけれど、まだわからないよ。合ってるかな。静かに席を立てて、ハサミをやめよう。
わがありがとう、まこやん。俺ね、ギターで音取れないんだよね。カラオケとか、要はね、覚えたらできるんだけど。シマンチュいらっしゃい。難しい。でも、うまく弾けるように練習してんの。ブルースよりやるよ。愛する、愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って、トップ、出だしで間違えるの。トップの中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ。朝日が綺麗なの。住み着く人もいるのよ。ゆっくり休みなさい。疲れた羽を癒すの だ, だけど飛び魚のアーチ高いよ。をくぐって宝島が見えるころ何も失わずに同じでいられると思う。人は弱いものよ、とても弱いものよ。風船84個ありがとう。この歌いいよね。ここいいよね、まこやんね。出だしがね、取れないんだよね。愛する人の未来など遠い目のまま言わないで、声が聞こえる。私の部屋へいらっしゃい。甘いお菓子をあげましょう。抱いてあげましょう。肩一、アコースティックギター俺欲しい。送って。肩一回いかわしたのね。そんなの知ってるわ。わかんない。あんなに愛し合ったと何度も確かめ合い信じてしまおう出たのね。だけど飛び魚のアーチをくぐって絶対違う。これ10年倉庫にあんのもったいねえじゃん。絶対違うよね。悩める胸に絶対違う。あなたが触れて雨は終わると思った違うな。シマンチョの宝ひどくなるかもしれないよ。ちょっと待って。いけるかな。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。チューニングが違う？チューニングが違うらしい。ちょっと待って。
くない？当てるっぽくない？チューニング。トッペ当てるっぽいよ。さあ、俺が下手なんだけど。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中の歌から。いやさあさあてん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 。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくる、ここは難しい、来知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中の歌から。てん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 。いやさあさあてん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 。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。トゥーバーラマもデンサーブシーも言葉の意味さえわからない。でも誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの朝もどこからか聞こえてくるこの歌を。いつの日かこの島を離れてくその日まで大切なものをもっと深く知っていた。それが島中の歌から。それが島中の歌から。それが島中の歌から。てん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 
てん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 ありがとう。いいね。ギター練習しよう。ビギンはね、恋しくてが好きだな。ありがとう、マクモン。あ、夏野菜アイテムありがとうね。夏野菜アイテムありがとう。お疲れっす、なおさん。東京帰りました。風邪でね、昨日はぶっ倒れちゃってた。風邪っぴきです。喉ガラガラ。うん、お疲れっす。次はあれっすね、北海道行かないとね、そろそろ。肌はボロボロだよ。ただ痒くはなくなった。肌はあのオロナインが効いたね。痒くはなくなったけどボロボロ。もうズル向けのところもあるね、足とか足首とか。まあこれはほっといたら治る。夏場も汗もになるのはデフォだから俺は。おい、ハゲマン先輩はどつ、おはよう。おい、タカヤンはどつ。そうそうそう、明日だよ。ミール行く？今解放と俺で行くことになってるけど、募集中だよ。立川バベルで、ね、本当はね、3000円プラスワンドリンク、あ、違う、2500円プラスワンドリンクだから3100円かかるんだけど、あの俺通してもらったら、あの500円引きで2000円プラスワンドリンクで行けます。指輪一緒？爪切り一緒？うん、行く？あの確定だったら予約するけど。解放と俺だね、今のところ行くのは。和道旅団のメンバーの晴れ舞台なんで応援しに行こう。うん、関慎吾が同い年とは思えないんですけど、俺も思えないね。うん、応援しに行く。
え、立川はダメ。立川駅でいいのかな、最寄り駅は。えみこも来る。九州か。遠いな、ちょっとな。俺に LINE 送っといて。九州に住んでるから、九州来たら、あ、リアドするって。うん。あ、立川な、恵美子さんじゃあ見に来ない、一緒に。うん。釈迦ちゃん留守番、釈迦は今、匠さんが預かってる。匠さんが預かってるよ。大丈夫だって、元気だって。匠さんは前預かってくれたから。もしよかったら、えみこさんも来て。ラウド系のバンドだから。信号、まあ、だって32は薄くなるよ。俺だって薄くなってるもん。みんなハゲるさ。ハゲない方がおかしいんだから。みんなハゲますよ。ハゲるハゲる。チンスコ美味しいよ。あと3個しかない。く、うん。行く？あ、じゃあレクチー取り置き3枚で。で、ミュール、どうしよう。レクさん子供みたいだね。俺のツイッターに告知入れとくから、みんなツイッター見といて。もう一回リツイートし直すわ。大丈夫？サクッドラ。オッケー、じゃあ解放とミュールと俺ね。ライブハウスなんか何年ぶりに行くんだろう。ちょっと待って、リツイートし直すから。オープンは夕方5時からだけど、レクチの出番は8時半ぐらいだって。立川駅じゃなくてライブハウス集合でいいんじゃないの。立川バブル、バブル。立川駅の近くだね、駅前。立川駅の駅前だね。立川からすぐだよ、うん、東京行ったことないんだ。
立川は東京の外れの方ね、外れの方の中で一番栄えてる町、西東京って言って23区外なんだけど栄えてる、八王子とかの方。あ、うなちゃんマンがここ出身でしょ。うなの町だね。そう。結構遠いな。ミュール来れる？大丈夫？ミュールと解放相当遠いんじゃないの？だそういう線があんのかな？大丈夫かな？俺だって1日10時間ぐらいやってんだもん。もう慣れっこだよ。安定の和道って言われてんだから。大丈夫？丸いの方なのかな。うまっ、止まらないチーズスコ。8時半じゃ間に合わないね。7時ぐらいにはライブハウスついてるのがいいと思うけど。みんなで応援しよう。俺もっと早く行ってるけどね、多分。ゆかねえワード2、おはよう。俺わかんない。未来のことはわかんない。TK こんにちは。ゆきちゃんはどつや。究極に気分だけで生きてるから、その日のテンションと気分だけで生きてる。
ゆいがさんの放送見てあそこまで書いてないのにブロックされたけど、そういう人なの。あ、それは有名だよあのね、でもフォローをするならアンチコメ書いてないと思っててもアンチコメ書いてるパターンが一個、要は本人の気に触ることを言っちゃったパターンね。本人が自覚、フリップ君が自覚なくて。でもう一個は、大手の人ってコメント流れるから、こうやってブロックボタンを押そうとした時に別の人をブロックしたことって、あのコメントが流れて、だ間違いブロックかな。煽るようなコメントを打ってるか、気になる、気づかないで。ゆいがさんはブロック、エアブロック入れるのは速攻早い人で有名だよ。それかもしくは、他のコメント欄を見て、ゆいがさんのディスをしてるところに、ゆいがさんがたまたま見ててブロック。要は、ゆいがさんの放送中じゃなくて、他の人のところでゆいがさんをやってブロックされるっていうパターン。要は、ゆいがさんが他の放送を見てて、たまたま同じ放送を見てて、なんだこいつって言ってブロック入れるパターンとかもある。でも、何もしてないのにブロック入れるってことは配信者はありえないと思うよ。エミちゃんも2つ。確率は低い。うん、状況によるよね。じゃあ突っ込んだつもりがっていうのだったらアンチに捉えられたんでしょ。要は、そう、流れで巻き添え食らうパターンもあるから、要はイライラしてるときに、その他の人が煽ってるときにツッコミを入れたらブロックっていうのもあるよ、全然。というか本人が嫌な思いしたらブロックだよ。だって配信者に唯一与えられた権利だもん。俺らはリスナーさん選べないんだもん。唯一こいつとは付き合わないっていう権利ぐらいあってもいいでしょ。唯一リスナー選べる瞬間なんだから、まあ、それはしょうがないよな。それで損するのもゆいがさんじゃん。一人の大事なリスナーさん失うわけだから。俺もブロック入れるときは相当迷うもんね。どうしようかなって。で、だいたいブロック入れるか入れないかの基準はフォローしてるかしてないか。フォローしてない人で花火投げることってまずありえないのよ。で、フォローしてるってことは普通のリスナーじゃなくて、俺のことをフォローしてくれてるって時点でおふざけかどうかわかるのよ。このアンチコメントは悪意があるかどうか。風邪ひいてますね。うん。だからそれを見極める基準がフォローしてるかしてないかっていうのは間違いないよ。だってフォローしてないってことはさ、もう、なんつうの、アンチ確定なわけだから。俺は速攻フォロー、速攻ブロックで、大体フォローしてたらあって迷うな。あ、この人ノリで言ってるなっていう。大丈夫大丈夫、喉風邪ですね。沖縄のエアコンにやられた。ありがとう、えみこちゃん。風長引いてますね。あ、しょうがないよね。気
候がさ、こっちに合ってないわけだから、それに合わせてね、やっぱ東京の気候は合ってたね。うん、暑くないそんなに。俺暑いところが極端に苦手だから、本当に苦手なのよ暑いところ。それでね、やられちゃったっていうのはあると思う。だよ、次沖縄行くときは冬とか寒くなったら行こうね。夏は無理、倒れる。夏の沖縄はしんどい。ロハコ呼べ。なんでお前に命令されねえといけねえんだよ、うん、お前誰だよ。ナミニャ、おはよう。おはようございます。あれ、サムネ変えた？また可愛いサムネにしたね。いや、これはブロックに入れないけど、だから俺がコメント返してるうちは警告だよね。だから、なんでお前に命令されねえといけねえんだよって言ってるのは、言葉遣い考えろよっていうことを言ってるんだ。これでしつこくて3個目ぐらい来たらブロックだよ。気分悪くて、こういうのが続いてる時にこういうこと言われたらブロックだよね。ラオさん、おはよう。例えば10個ぐらいさ、バーって来てて、こういううぜえのが、10人全員ブロックだよね。だってさ、明らかにさ、人間関係ないやつにさ、いきなり後ろからさ、おいてめえ、フリップとか言って、いきなり街で声かけられたら、おめえ気持ち悪いなとかさ、おい誰だろ呼べよとか言われたら腹立つでしょ。うん、沖縄楽しめたよ。楽しかった。後ろからいきなり唾吐きかけられてるようなもんなんだからさ、無礼には無礼で返して当然だよ、礼儀のねえやつには。殴りかかるでしょ。それをネットだからってやられてもさ、困るよ。俺は別にこんなさ、誰だか分かんないやつにさ命令される筋合いなんかねえんだから。リスペクトがない相手にはリスペクトなんかいらねえよ。そういうのはニコ生でやってろよ。ゴミくずのたまり場なんだから、あんなの。そう思うでしょ。でも書きたいこと、ネットだから書きたいこと書いていいって違うんだよ。もうストーカー規制法決まったから、粘着、ネットで粘着してるだけで被害届なしでも逮捕できるようになったからね。刑事でもだいぶ重くなったから、今後バンバン逮捕されるよ。インターネットでそう粘着とかもストーカー規制法に適用で、被害届いらなくなった。もうこれから好きなこと書けなくなるよ、捕まるから。いや、連投はいいよ、全然。連投はありがたいよ。沖縄で髪切って染めてきたよ。こんな感じ、うん、こっち側から見ると赤で、こっち側黒の短髪って感じ、うん、斜めに入れたのね。こう斜めに入ってるでしょ。この前まだらに入れたんだけど、ツートンカラーにしたね。こっち側完璧な赤。あ、黒か、こっち側。こっち側完璧な赤。
で、メガネも普通のメガネに変えようと思ってて、あの黒縁のメガネ、ドレさんかけてるような。赤と黒と白しか身につけてない俺は。赤黒白、あこれはゴールドだけど、ヒゲは半分赤にはしないかな。それだったらこっち側、こっち側赤とかね。おはようミポリ、おはよう。赤大好きだよ。赤黒白が好き。リスナーさんとか分かってる人はこうやって贈り物しても赤とか黒とか白送ってくる。かっこよくなってる。金入ってきたらね。眉毛前赤にしたんだけど、眉毛赤とかひげ赤はダサかったから、おしゃれに金かけられるようになったね。ヒゲはね、もうそれで生えないかったら生えないと思う。でもね、神様はね、自分の顔に似合うようにヒゲとか生やしてくれるから、それでいいんだよ。髪型いい感じだよね。あとはメガネかな。メガネがこれ合ってないから、丸メガネが普通のパンクスがかけてるようなメガネにする。あのね、色はねちょっと明るすぎるなと思ってる。ブリーチが効きすぎてるんだよね。もっと 暗めの赤が良かったんだけど、暗めの赤が良かった。いや、カウンターの中に入って接客するだけよ。大阪の香川さんのお店で接客して、でお酒作ったりとか、酒は別に作れるから俺で、普通に香川さんとコラボしたいし、日焼けあんましてないね。確かに言われる、日焼けそんなにしてないね。結構暑かったんだけど、俺多分ねクリーム塗ったからだと思うよ。日焼け止めクリーム、しっかりしたやつ塗ったから、それで日焼けを抑えられたんだと思う。女の子のことに関してはあんまり言いたくないんだよね。おい、なんかさ、そこに振り回される、なんか女をネタにするつもりもなくて、なんかかわいそうじゃん。積極的にから解放とかはさ、なんつうんだろう、和道の放送出たいって言ってくれるからいいけど、放送出たくない女の子を出すのって酷だからさ。浅井さんとか解放とかはいいけど、なんか放送嫌いになってほしくないし、
生演奏のお店楽しかったね。あそこ高いよ、でも。あそこいい店よ。うん。なんか、俺もさ、全部は全部放送垂れ流したいけど、そういうわけにもいかなくなってきたんだよね。レッドロブスター東京にもあるよ。レッドロブスターめちゃめちゃ美味しいよ。東京にもある。ただ高くて食えなかったけど、一人12,000円あれば楽しめるかな。はいよ、ある。豪雨。マジか。レッドロブスターうまいね。 L 食った。 L のロブスター8900円かな。一番小さいので多分6900円、6900、7900、8900あった。大阪いつぐらいに行こうかな。配信 YouTube に上がられ好きな時間に見えてありがたいでしょ。 YouTube からね、見に来てくれた人もいっぱいいるんだよ。 YouTube からこの生放送見に来てくれたって、たくみさんが全部上げてくれてんの、スタッフさんが。たくみさんのおかげだよ。疲れはだいぶ取れてきたね。ルキホおはよう、こんにちは。疲れはだいぶ取れた。ただ、なんだろうね、これからどうやってやってこうかなとか、
何をしてこうかなとか考えるね。あともう金が全然ない、うん、遊びすぎた、さすがに無計画すぎたね。さすがにちょっともう本当にあれだもん、今月生活費5万とかだから50万どこ行ったんだ。笑うわ。まあいっか、今月100万稼げばいいんだもん。今月の目標100万だから。お土産だいぶ買ったよ。お土産相当買ったよ。引くぐらい買ったよ。チェーンスコーだけで何個買ったかな。しかも一番高いいいチェーンスコー買ったかんね。いや、青山と俺は同じぐらいの量買ってる。青山の方が多いかな。青山は60人分買ったっつってたもん。やばくない ?60 人分のお土産が、例えば、1人仮に1000円だとしたらいくら ?6 万円 ?6 万円分だぜ。多分それくらいいくよな。で、青山ね、多分ね、8000円とか1万円とかのお土産もいっぱい買ってたから。多分10万じゃ効かないだろうね。あいつは100万稼いでるからな。リスナー大事にしてる証拠だよ。だから花火上がるんだよ。お店もびっくりするぐらい買ってたよ。もうだって青山の買い方はマイケル・ジャクソンみたいなのね。すいません、こっからここまで、みたいな。この棚からここまで、うん。マイケルじゃんって言ったもん、俺。This, this, this, this って買ってたから。ほんとマイケル・ジャクソンだよ。夢の生活だよね。15万って言ってた。ああ、まあじゃあ相当買ってるね。相当買ってるよ。いやまあ誰と比べてやってるわけじゃないでしょ。なんかみんな誰かと比べるの好きだよな、ほんとにな。うん。なんか俺ネガティブな発想すげえ嫌いだからさ。なんかね、なんでかっていうと、人のことを貶めたりとか人の悪口って全部自分に返ってくんだよ。だから俺あんま好きじゃない、人と比べるとか。うん。あんまり意味ねえ。なんか自分が良くなること考えられないとさ、もったいないよ。一回しかない人生、他人のこと考えてもしょうがないでしょ。沖縄って夜行バス何時？
新宿から夜行バス検索してみるか。サーターアンダーギーも食べたよ、うん、俺はもうばあちゃんがおやつにサーターアンダーギー普段から食べてたからね、夜から。え、安っ、1700円でいけんの、安っ。ていうかね、俺は今回何から学んだかっていうと、沖縄ってすごい遠かったの、俺の中で。沖縄遠い場所だったのね。だけど片道1万いくらで行ける場所だから、すごい距離が狭まった。大阪安っ、新宿から大阪ね。やばいな、安い日だと1000いくらで行けるわ、すげえな。そう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 、ばあちゃんが沖縄だから沖縄料理、ばあちゃんがご飯作ってたの。俺の母ちゃんご飯作れないから。昭和兄貴お疲れ、いらっしゃい。だから沖縄料理は普段から食べてる、子供の頃から。コーヒー買ってこようかな。コーヒー買ってくるわ。ソーキそば美味しいよ。美味しい。ソーキそば好き。ちょっとコーヒー買ってくるわ。
よいしょ。ただいま。そうそう、タリーズ。タリーズが好きだから。ケイティただいま。いつものコーヒーだね。ケイティおいしい。キッシュがない。俺の好きな配信者はうなちゃんまんかな。うなちゃんまんとかどれさんとか。俺はうなの大ファンだよ。俺はちゃんまん大好き。こうラジオで聞けるとかゆっくり聞けるとか難しいんだよ。映像を見てないと成り立たない配信者が多すぎるんだよね。横山みどり配送、何それ、 どういうこと。横山みどり配送裁判、横山みどりが訴えられたのかな。ちょっと状況がよくわかんねえわ。そうだよ、シャンマンの YouTube を見て俺は配信者になろうって決めたの。なんか情熱大陸に佐野智則が出てた時に、まあ仕事っつってもまあ配信やってるだけなんだけど、俺の夢はリスナーの夢だって言ってて、何言ってんだろうこの人って。でなんか自由な感じがしたのね。俺は車虎次郎に見えたの、佐野智則が好き勝手生きてて。だから俺もこういう生き方したいなと思って、遊んで生活する人間になりたいって思ったよ。かっこいいじゃん。素直に羨ましくない？で、俺もなるって決めたの。で、それに4年かかった。そこまで、配信で食えるまでに3年半。で、理想の生活まで5年。まだまだ上があるけど。まだまだ上行きたいけど。今の夢は億万長者ね。配信。配信だけで億万長者。ああ、はいはいはい、訴えられたの。ってことは何？みどりさん悪くないってことが証明されたんだ。え、違うの？横山みどりが敗訴？敗訴ってことは、え？横山みどりはどうなったの？実際どう？配信業か。いや、何？悪いところ一つもなくない？なんか、もう予想通りっていうか、最高の人生になったって感じなんだけど。もうなんか思い通りだよ本当に。なんかなんつうんだろう、ああまあこうなるだろうなっていう風に予想してたのと全く一緒すぎるっていうか、そこに行くまで時間かけたんだけど。あ、みどりさんが負けたんだ。うん、あ、そうなんだ、うん。
ふーんって感じだね。うん、負けたんだ、うん、だってさ毎日毎日配信が好きで配信やってるだけでお金になるんだよ。これ以上の人生ってある？なくない？配信好きなことやってて収入になるんだよ。だからプロ野球選手ってそうじゃん。野球が好きで遊んでたら金が入ってくるって感じじゃん。俺はすげえ楽しいけどね、最高の人生だと思う。だからそれは配信がたまたま好きだったからそうなだけで、別に好きなこと絵でも音楽でもいいし何でもいいから、好きなことで飯が食えるっていうのになんか普通にかっこいい生き方だと思うけど、うん。リスナーさんとか、俺が最初に考えたのは金じゃないの。要は10万人のファンをつける仕事をしたいと思ったの。要は会社とかだと、会社に勤めると会社に信用がいくじゃん。だから自分のブランドって確立できないでしょ。だから和道っていう自分にブランドを作ろうって考えて、で食っていくためにもう一生困らないで食っていけるのは10万人のフォロワーだって考えたのね。だからそれに対して何をやればいいのかなって考えた時に、まあ最初は元手がかからないものかやんないとと思って、ネットだろうなって、じゃあブログかなみたいな、 YouTube もあるな、あ生放送やったことないな、じゃあ生放送で飯食ってみるか、そういう感じ。やったことないものにトライしたかったのね。で YouTube はやったことあったし、ブログもやったことあった。危ない目にはあったことあるけど、それはどの業界にいてもあるから、なんつうんだろう、リスクばっかり考えるのは良くないと思ってて、スポーツやってても怪我するし、うん、リスクはあるでしょ、どんな世界にも、うん、そこはあんまり気にしてないかな俺は。野球選手は小学校の時から頑張ってるから、あんたとは全然違う、努力の度合いが違う。ああそうか、うん、俺は違うよ。野球選手と例えてるのは、好きなことをやって飯を食うっていうことに関して野球を一個の例えて言っただけよ。別に野球選手よりすごいとかそんなことは思ってないよ。野球選手の方が稼げるわけだから、別に野球選手ディスではないよ。別にサッカーでも音楽でも何でもよかったの、例えば。だからまあ好きなことをやってこうご飯を食べてる人は俺はかっこいいと思う。さあこんにちは、いらっしゃい。だからいつも言うんだけど、配信で全てを失ったけど、俺は配信で今手にしてるものは全部配信で手に入れたものだって言ってるね、うん、配信でそれこそ全部の全部なくなったからね。そうだね、まあ大体あと4日で4年が終わるから5年目に入るね。うん。かくんはどつ、おはよう。まあ思ってたよりも時間かかったかな。3年で俺100万ぐらい稼いでると思ってたから。うん。いや、男全然フォロワーいっぱいいるけど。っていうか、いつも言ってんだけど、フォローは、俺は大歓迎なの。だから、なんだろう。フォローに許可が必要だと思ってなくて、誰でもフォローしていいよ。ダメと若津。男の人全然フォローしてるよ。フォローは大歓迎。で、YouTube も Facebook も何もかも全部やってほしい。LINE とかも。いや、フォローしてよ。うん。満足できた結果？いや、楽しかっただけだけど。うん、満足できた結果。結果を求めてやってるわけじゃないから、沖縄行きてえなと思って行っただけだけど、単純に言うと、沖縄行って260人のフォロワーさんができたの。で、リアトツも6人かな ?6 人じゃなくて、2人。11人のリアトツがあったの。うん、すげえよかったけど。初コメありがとう。
琴野さんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。初コメありがとう、うん、楽しめた。もう楽しいことしかやらないから、楽しいこと以外やる人生、楽しいことだけやって生きていきたいの。本当につまらないことはやりたくない。ジャルさんいらっしゃい。楽しいことをやって飯を食うでいいじゃん。誰にも迷惑かかんないよ。むしろパフォーマンスがいいから社会貢献になるんだよ。そう、俺が配信で俺が人生楽しく生きることが世界のためになると本気で思ってる。おかえり、かずみさん。おかえり。おかえり、解放。明日なんで俺が解放に惚れるの？頭湧いてるな。なんで俺が解放に惚れるの？可愛くなったの？そんなに。俺は放送もリアルも全然変わらないと思うよ。全然変わらない方だと思うよ。俺はアイコス、そこも嫌なんだよね。俺アイコスはタバコじゃないと思ってて、なんでみんなアイコスに切り替えるんだろう。嫌だ、なんか。俺は多分アイコス吸わないよ。俺がアイコス吸ったらもう終わり、世界の終わりだよ。花ちゃんお疲れ。うん、ありがとう。はい、ありがとう。ただいま。でもね、ていうかね、アイコスは体に悪いと思ってるから。タバコは体にいいじゃん。タバコは体にいいの。でもアイコスは体にクソ悪いと思ってる。こんなに体にいいのをなんでやらないんだろう。俺はタバコ大好きだからね。健康のためにタバコ吸ってるから、うん、あー、血液のね、血流の流れ、おー、血流の流れ、おー、ツイッター ID? プロフィールページに書いてあるよ、ひさ。ふわっちのプロフィールページに全部書いてあるよ。
プロフィールページに全部 URL 書いてある。アイコス焼き芋の匂いするっていうよね。彼女俺いないよ。街の喫煙所の見た目も偽物小屋みたい。ああ、それはいじめだよ。もう喫煙者に対するいじめだと思ってる俺は。彼女いないよ。いない。いや、いつの話してんのよ。彼女いないよ。俺の彼女はリスナーさん。俺のこと好きな女性リスナー全員彼女です。フリー、フリーね。みんなのアイドルだから。喫煙所ってあんな密集地帯ですよ。美味しい。まずいよ、まずいよ。だから沖縄とかの海とかで吸いたいもん。ファーって空気がいいところの方がタバコ美味しいもん。あんな煙たいところで吸いたくねえよ。バカにしてんのかって思うもんね。あれはだからあれだよ、官僚と癒着してんでしょ、フィリップ・モリスが。そう、俺のこと先生っていう人も弟だっていう人もお兄さんだっていう人もいっぱいいんの。だから俺は肩書き名乗ってないの。俺は和道だよって。で、みんなが決めてって、それぞれに、それぞれ人が肩書きをつけるもんだから、自分で名乗るもんじゃないと思ってんの、俺は。肩書きは周りの人がつけるもんだから、自分から何々だって言ったことないよ。喫煙所探すのが大変だよ、東京は。そうでしょ。俺の二つ名を決めるのはみんなだよ。喫煙所探すのは苦労するよね。で、居酒屋でも吸えなくなるんでしょ。店全面禁煙になるとかバカじゃないのって思ってる、本当に。行政が口出すことじゃないよ。へえ、喫煙所ないんだ。値上げ1000円ぐらいになるだろうね、いずれは。でも俺はその分稼げばいいだけだと思ってるからあんま気にしてないかな。一箱1000円でもするよ。いや、酒飲んでてタバコ吸えないってさ、そんなの行政が口出すことじゃないでしょ。ああ、そうなんだ、札幌駅ね。そう、タバコ吸えますかって聞かないといけないの嫌だよね。違うんだよ。しかも嫌なのが、タバコを吸ってたやつがタバコをやめた自慢するじゃん。それが嫌い、俺は。タバコをね、吸ってない人はもともとグダグダ言わないんだよ。タバコを吸ってたやつがさ、フォローできた？ちょっと確認するよ。ヒサって名前でやってる？オッケーオッケー、フォローできてるね。よろしく。フォローありがとう。そう、タバコやめたやつがうるさい、うるさい。なんか
俺は根性あるからみたいなのとかさ、俺は意志が強いからとか、意志関係ねえから、逆に言ったら今タバコ吸ってるやつの方が意志強えから、タバコやめたやつは世の中に流されたやつだから、うん、タバコ今吸ってるやつの方が意志強いよ、俺からしたら。こんだけ叩かれてるのに吸ってんだもん、だろ、こんだけぶっ叩かれても吸ってんだから、どんだけメンタル強えんだよ、値段上がっても屈強な精神で吸ってるんだから。だいたいさ、税金払ってんだよこっちは、高え税金を。周りにグダグダ言われる筋合いねえって感謝されてもいいぐらいなんだから、そう思わない？税金多めに払ってくれてありがとうって言われるべきだよ。そうだろう。なんで悪者扱いされないといけないんだよ、バカじゃねえの、なあ。また吸い出すでしょ。だからね、流されるやつ多いんだよ、洗脳されるやつが。自分の意思でやめたらさ、別にお前もやめろよなんて言わねえよ。うん、うん、ただ子供がいたりとか、彼女パートナーが吸わなかったりしたら、それは気を使うべきだよ、喫煙者としては。タバコ吸いますかって、吸ってもいいですかって、煙がかからないようにとか、それはパートナーには気を使う、子供には気を使うよ。フランス一泊1300円、群馬大手配信者だけ集めてイベントやります。イベントのお誘いの場合は、LINE に、アポを取ってください。口頭の約束じゃなくて、企画とかは全部、打ち合わせがあるんで、NG 配信者とか、あと、ギャラがありなのかなしなのか、交通費出るのかとか、うん。で、俺 NG 配信者もいるから、アキラさんもしよかったら、誰が参加するとか、企画の場合は、LINE ください。もちろん積極的に参加するんですけど、うん、口頭ではお仕事の約束できないです。申し訳ない。まあ、子供がいたらね、子供に罪はねえから、うん、子供の前でプカプカ吸ってるやつはさすがにデリカシーないと思うけど。うん。LINE は連絡をお待ちしてますね、アキラさん。LINE の連絡は、プロフィールページに書いてあるんで、URL。ヒサさん、風船10個ありがとう。アイテムありがとう。だいたいタバコ吸ったら寿命伸びるんだから。まあ、歩きタバコはダメだよな。携帯灰皿持って、でも、携帯灰皿持ってたら別に吸っていいと思うよ。俺は。歩きタバコっていうか、まあ、あれだよ。携帯灰皿持ってればいいんだよ。ハート3個ありがとう。アイテムありがとう。アッコありがとう。それはまあマナーだよな。だからちゃんまんが頭よぎった。なんで？あ、ありがとう、花ちゃん。待ってるよ。気持ちでいいからね。気持ちで投げて、気持ちで。そう。シャー君こんにちは。そう、気持ちよくさ、経済回そうよ。うん、和道には暇つぶししてもらってるから、たまには投げるかみたいな。うん、そうそう、月1で投げてくれたらいいよ。俺はね、一番いいのは月1回花火投げてくれればいい。月一回一人花火投げてくれる。千円ぐらいの価値あるから。一ヶ月に一回千円投げる価値は俺にはあるから。うん。おい、解放バーガーありがとう。そう。それが一番気持ちいいね。全員が月一回花火投げる。ね、お金に余裕がある人は月100発投げる。で、大富豪の人は月1000発投げる。
そんな感じで。ラガラガ37さんフォローありがとう。オリゴ糖ありがとう。オリゴ糖風船ありがとう。うん。ああ、うなちゃんマンコね。あいつ優秀だよね。ありがとう。ありがとう。風船1個ありがとう。Twitter フォローした？確認するね。Facebook やってないの？みんな。Facebook やってないの？なんか Facebook の申請が全然来ないんだよね。Facebook は相性悪いよ。みんな Twitter なんだね。だって Facebook が世界一の SNS でしょ？なんでこんな Facebook 民少ないんだろう。ありがとう、ひさ。お、ありがとう。かずみちゃんありがとね。サンキュー。みんなフォローしてね。ある配信者に花火投げてちょっときつい冗談言ったらブロックされた。俺は花火で、花火投げる人でどんだけきついこと言われてもブロックできないね。ぐぬぬってなるね、うん、そう、花火投げる人でブロックはしないって決めてる。なんでかっていうと、それが冗談だってわかるから。要は愛情とかがないと花火とかアイテムって投げないの。愛情があって言ってるんだよっていうのは伝わるんだよ。 Facebook リアルすぎて見せれない。いや、違うんだよ。見ないから。俺がさ、リスナーさん一人一人のさ、個人情報を見ると思う？見ねえわ。何人いると思ってんだよ。あ、オリゴ糖繋がってる？うん。喧嘩疲れた？喧嘩は良くないよ。うん。おい、来たい！ラガラガさん！花火ありがとう！ラガラガさん、花火ありがとう！ありがとうございます。いいね。俺はまあ投げないかな。うん。俺はね、投げる人と、花火投げた人をブロックには絶対入れないから。本名だから登録できない。おー。あ、まあね、いろいろあんだろうね。Facebook 民と繋がりたいんだよね、今。あ、来た！ Facebook ありがとう。Facebook ありがとう。あら、かわいい子じゃない。あら、こんな美人なリスナーさんいたの。もう全部いいね押してあげる。全部いいね押してあげる。あら、かわいい、うん、あら、かわいい。よし、全部いいね押してあげる。かわいい子ちゃんだから。ナミニャンか、これ。あ、ナミニャンかわいいね、うん、ナミニャン美人さんだ、これ。ナミニャンか、うん、全部いいね押した。ワド、質問いいよ。個人情報っていうかね、みんなね、自分のことね、自分が自分がになりすぎんだよ。世間が思ってるほど自分に注目してないから、みんな。バーガープレゼントありがとう。世間が思、世間、自意識過剰なんだって。世間はそんなに自分のこと見てない。いや、そういうもんでしょ。そうそうそう。そんなに有名人だったらあれよ。松本人志とかだったらさすがに気を使った方がいいと思うよ。ビートたけしとか。ねえ。そういう社会的地位のある人だったらわかるよ。孫正義とか、楽天の三木谷とかさ。でもみんな別にあれでしょ？普通でしょ？俺だって普通の人なんだから。俺が特定するわけないじゃん、リスナーさん一人一人の。そんな配信見たことないでしょ。髪が赤いのは沖縄で染めたよ。沖縄でカットして染めた。そんなね、リスナーさん一人一人にね、DM 送るのはね、どれの深夜食堂だけだって。俺は有名じゃんよ。パコローヨーって DM 送るのはどれさんだけ。そんなことやってたらきりねえよ。あ、旦那にね。
沖縄のお店の人見てるかね、どうだろうね。うん、はい、LINE ね、ありがとうね。LINE は、教えてね。LINE はね、ふわっちから来た、誰々だよって教えてくんないとわかんないから。名前が違うんだよ、LINE は。だから登録しておかないといけないから、絶対メッセージちょうだい、LINE は。ないと許可ボタン押してないから通話できないから。ニート社長いらっしゃい。ロハコさんいらっしゃい。うん。お疲れっすよ。楽しかったね。沖縄ね。沖縄最高だったわ。こうやって今来たから LINE 登録しておくね。名前を変えておくから。はい、ありがとう。うん、 LINE ね。いや、沖縄良かったよ。まあね、でもね、誰と行くかだよ。誰と過ごすかだから、それだけ間違えなければ。空と海だね。海だけじゃない、空もすごい。空もいいよ。みんなと一緒に行ったから面白かったんだよ。一人で旅行行ってもつまらんぞ。でもあそこは女連れて行くところだね。女を口説きに行く場所だよ。沖縄最高だったな。彼女と行けな、彼女と。最高だったよね。俺も楽しかった。仲間か、仲間と行っても面白いだろうし。海は綺麗だよ。女の人も綺麗な人いっぱいいるよ。あれのせいでさ、全部真っ赤に染まっちゃったよ、水着も何もかも。最悪だよ、本当に。あの服のせいで洗濯機かけたらさ、ピンク色になっちゃったんだよ。1万円した水着が。ピンク色だよ。最悪だよ。マジ失敗した。マジでへこんでるから。正気に言ってたのに、ラッシュガード。ハイターつけよう、後で。いや、笑わらじゃないって、へこむって。マジ笑えねえから。マジ笑えねえよ。もともとね、エスニックファッションは昔からしてた。でもパンクファッションに戻してるの、今。キッズの頃の心を取り戻すために。もったいないよね。ピンク色、なんかしかもまだらに染まっちゃってさ、こことか、わかるこれ。わかるこれ。最悪だよ、ほんと。ハイターにつけたら治るかな。これ1万円。ラッシュガード。超高い水着。すげえかっこよかったのに、もうすげえダサくなった、ほら。やばくないこれ。マジもったいねえよな。へこむ。そう。これ値切って買えないよ。ブランドだもん。ナイキのブランドだもん。ダメだね。基本中の基本を間違えた。もう旅だからさ、バーって全部洗っちゃったの。酔っ払ってたしね。赤はダメだね。まあ、後でハイターつけてみるよ。ハイター難しいだろうね、もうね。色ついちゃうね。水着だから水吸いやすいんだろうね。まあ、しょうがないよ。でもこのブランドは気に入った。ハーレーは。すげえかっこいい、これ。服
の漂白剤あるかな。これはだって現地の人じゃなくてブランドだから。次は大阪かな。これ普段着でもかっこよかったよ、うん、ねえかっこいいよねこれ。これでだってホテル移動してたもん。レストランとかも入れたし、すげえよかったよ。かっこいいでしょ。私だ、皆の者、私だ。これ配信、顔出し配信も NG の人大丈夫だから。コメントは見えないけど、うん、似合ってる？もう染まっちゃってるかな、うん、思い切って高い水着買ったけどね。この水着はめっちゃ当たりだと思ってる。普段着にしようと思ってたのに。初見さんいらっしゃい。朝ピッピーいらっしゃい。漂白剤つけて40度以上お湯つけておく。オッケー、やってみるわ。もしよかったらコメントありがとうね。フォローしてね、朝ピッピー。ありがとう。可愛かったのにね、うん、初見佐野にブロックされました。じゃあこっちおいで、こっちおいで。塩素系じゃなく酸素系。 OK、 早めの方がいい。もうでもだいぶ時間経ってるよ。3日ぐらい経っちゃってる。あ、朝ピッピフォローありがとう。お湯に今からつけとこうかな。普通のハイターじゃダメかな。いや、生地は炒めるでしょ。生地は炒めるでしょ。ツイッターとか YouTube とか Facebook とかやってるから。皆さん全部フォローしてください。コンプリートして、コンプリート。今つけた方がいい。お湯につけるの？ぬるま湯につけるの？それともハイター、あれしか持ってない。キッチンハイターしか持ってない。これはね、自分、要はリスナーさんと同じ音を聞くため。例えば今音楽これくらいでかいとか、音楽小さいとか、例えばこうギターの音？音のバランスを測るためにイヤホンつけてる。全部フォローありがとう。ブロックされた。じゃあ俺のことフォローして。今つけておこうか。ちょっとつけてくるわ。キッチンハイターはやめた方がいいよね。
メだな、ダメだ、ダメダメダメだ、落ちねえわ。あと塩素系のハイターしか持ってない。塩素系ダメ。ロゴはね、あのプリントだから大丈夫だと思うけど。銀行行ってらっしゃい。ハイターね、キッチンハイターしかなかった。あー、バリスタの色一緒、もう染まっちゃってたね。腕はね、あのリスナーさんがね、オロナイン買ってきてくれて、すごい回復した。ボツボツが消えた。こっちにまだ残ってるけど。オキシクリーンっていうのは何、あの薬局とかで売ってる？オキシクリーン売ってる？あとシルバーかぶれないね。シルバーアクセサリーも正解だった。高かったけど、これかっこいいだろう。高かったぜこれ。かっこよくない？これ爪みたいになってんの。衣類系のハイター買うわ後で。試してみるわ。あ、マジでいけるかもね。オキシクリーンね、やってみる。ありがとう沖縄ぶり。国丸さんありがとうね。沖縄の人たくさんフォローしてもらったよ。250人フォロワー増えたもん。沖縄もう第二の故郷だね。お疲れ。俺も楽しかったよさや。うん、似合うっしょこれ。あと今首につけてるんだけど、これが、これがお気に入り。これもお気に入り。両方ともお気に入りだけど、俺首をチョーカーみたいにつけるの好きなの。で本当はここら辺につけるやつだったんだけど。おーい、たくみさんお疲れ。たくみさん明日レクチのライブ行くけど一緒に行く？もしよかったら立川で。あのミュールと解放も来るって。これなんだけど、これ鳥みたいに羽ばたくの。すごくない？こうほらほら、かっこいいでしょ。シルバーアクセサリー、パタパタ羽ばたくの。だからこうやってネックレスをかけておくと。行く？チケット用意した？リクシーに連絡してる？もうかっこいいでしょ。でこの短かった余ったチェーンを後ろにつけてもらって、バジュラって言って、あの仏教のやつをつけてもらった。だから世界に1個しかないこれ、うん、カスタマイズしてくれた沖縄の親父さんが。かっこいいよね。まだしてない。 OK。 まあレクチーチケット余ってるって言ってたから大丈夫だと思う。そうだから俺高光って名前なんだけど、あの高ね、トレードマークに高を大盤振る舞いした。なんか配信で飯も食えてがっつり稼げたし、あの捨て頃の祝いでなんか大きいもの欲しいなと思ってたから、この2つはもうがっつり10万円使った。配信で成功した、あの自分の祝いに、うん、このブレスレットとこれは定番でつけるアイテムで、そう、レクチに送っておくわ。じゃレクチ、かっこいい、ありがとう。ハッサンいらっしゃい。似合う、聞いてた。あ、ごめん、 LINE 送っちゃった。うん、そう、自分へのご褒美で、うん、2000円プラスワンドリンクだから、あ、500円引きにしてくれるって。ね、前売り券でいいって。だから2000円プラスワンドリンクだから3100円だね。3100円。弟子なんかいないよ俺俺に弟子なんかいないよ。弟子募集中。まあ、解放は弟子かな。うん、前つけてた黒、これ？これかな？
これ黒いやつ、黒のやつ、このブレスレットはなんかリスナーさんも和道と同じのつけたいっていう人もいるじゃん。だから俺っぽくてなんか買いやすいところ、これ原宿で売ってるから、666で売ってるから、そしたら和道とお揃いのブレスレットつけられるから。こうや弟子じゃないよ。これは666のアイテムね。だから俺とお揃いの欲しい人は666に買いに行って、原宿の666。あー、黒っぽいのこれのことかな、これこれのこと、これこれ、解放は和道旅団のマーク入れといた方がいいよ。あ、限定ネックレスはあれはリスナーさんにプレゼントしたんだけど、俺壊れちゃって俺持ってないね。また作らないと、うん、あれは持ってないもう、うん、あれはリスナーさんに数限定で作って配ったの、今まで世話になった人に。また作るよ。まいさんこんにちは、風船ありがとう、風船ありがとう。アイテムあざーす。現地集合だね。あの駅前だから立川の現地集合で、でまあ早めに見る人は5時オープンとかだから、あのそれでもいいし、レクチのライブ8時ぐらいからだから8時頃来てもいいし、うん、みんなで行きましょう。もし明日あのレクチのライブ俺と一緒に見に行きたい人いたら、あの連絡ください。チケットが2000円、500円引きの2000円で、であの600円ワンドリンクで楽しめます。で相当ライブハウスだから爆音だから耳栓用意してって、耳苦手な人は。ライブハウス初めての人は度肝抜かれるぐらいでかい音だから、耳キンギンっていうかもう倒れるよね。ライブハウスは。東京はそういう時便利、集合しやすい、どこでも行けるから。東京はすごい便利ね、そういうところは人が多いし。頭振りまくろうぜ一緒に。頭振る系のバンドだから縦乗り系だね、便利だよ東京は。嘘、ナミニャンどこ住みなの、ナミニャンどこ住み、来るよ明日。レクチはいずれ有名バンドになってもらわないと困る。有名になるよこいつは。レクチはいずれ。レクチの曲聴く？みんなまだ聴いてない人いる？レクチの明日聴ける曲流そうか、うん、明日流れる曲これね。ちょっと待って、明日のまだボーカル録音されてないんだけど、レクチが送ってくれたから明日流れる曲流します。これね、大阪行ったら遊びに来てサインもらっときな。
かっこいいよ。大阪か、何が。大阪か。ちょっと遠いかもね。これこれ。大阪の人は香川さんとコラボするとき飲みに来てほしい、うん、全員来て。かっこいいよね。香川さんは、まあ、香川さんっていう人がお店やってるから、そこで一日店長をやるから。配信者の香川さんっていう人ね。うん。ヒロフィナーレ香川っていう。大阪の、大阪のどこなんだろう。あの、うなちゃんまんのお店から1メーターって聞いた。いや、告知はちゃんと出すよ、ツイッターに。大阪のこの店でオフ会やるよって。ん？止まったな。まあ、こういう音楽、明日聴けます。みんな見に来てください。オリゴ糖も来ればいいのに。かっこいいでしょ。センスあるよレクチは。あと俺のエンディング曲を作ってくれてんのもレクチね。俺がエンディング曲よく流すな。それはこれね。うん。あ、いってらっしゃい、アサビッピー。これもレクチが作った曲。かっこいいでしょ？爆音で聴いたらかっこいいよ。かっこいいよね。まだ CD は出してないんじゃないかな。まだ CD は出してないと思うよ。それレクチに問い合わせてみて。デモテープあんのかって。ボーカルワドラップ乗せる？ブラフマンみたいにしたいね。うん。あと PV にレクチも出るから今後。たくみさんに言ったっけ？たくみさん言ったっけ？ PV に出て。PV。たくみさんとレクチャースタッフだから、正式メンバーだから、和同旅団の。PV に出てもらう。物販は充実させないときついぞ。おい、たっちゃんいらっしゃい。聞いてないけど OK。うん。あ、いいよ。たっちゃんよろしくね。
どんな歌詞にしようかな。歌詞考える今。歌詞考える。今後は格闘技。来年の捨て頃は出たいっていうことは言ったけど、体重を、今から13キロ落とさないといけないの。最低条件体重13キロ落として、65キロ級にしてくれって言われた。だから、それが来年クリアできるかどうかだよね。13キロ減量はきついから。もう今から準備しないとね、相当痩せると思うよ、これから。捨て頃以外は出ないよ。だって俺配信者だもん。配信関係ないイベントに出てどうすんのよ。あ、そうだ、便所太郎さんのさ、やつ見ようよ。思い出した。便所太郎さんが、捨て頃、そうだ、思い出した思い出した。78キロあるよ、今。うん。今78キロ、シロさん。よくわかったね、体重。そうだ、思い出したわ。ノーカット版が出たから、見てみない？一緒に。あ、じゃあ一回枠閉じようか。一回枠閉じます。一回枠閉じて次は捨て頃のノーカット版見るんで。じゃあ最後にアイテムお願いします。みんな次枠も来てね。アイテムありがとね。お疲れい。次枠すぐ行きます。アイテムありがとう。次役見に来てくれる人フォローよろしく。トリオツです。バガありがとう。バガありがとう。山さんバガありがとう。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ。もう